おい一条楽、貴様は少々お嬢にくっつきすぎではないのか。そうねダーリン、気持ちは嬉しいんだけど。押さないでよルリちゃん。なんだこの状況。てめえ測ったなこの野郎。ノース男子どもの芯が半端ない。いや、そんなことよりも小野寺の方がさっきから、どうしよう、ドキドキが止まんねえ。これ隣まで伝わってんじゃねえのか。どうしよう、私の心音一条くんに聞こえてないかな。おっと、遠心力、これは仕方ない。カーブごめん一条くん。いや大丈夫。ちょっとダーリン、早くどいてよ。お姉ちゃん、もう余計なこと。おい一条楽、貴様調子に乗りすぎではないのか。俺のせいじゃ。カーブ、民間学校の前にメイド液体らしいな。俺のせいじゃない。またカーブ。こんなやりとりがあと40回ほど繰り返され、ようやく目的地到着。